時間です。これは役に立ちません。ああ、文字直した。バンバラー。俺シャーキーン。なんだ。死にしてもいいんじゃないの。来ましたか。羊を数える。来ましたね。 CD 羊を数える CD。 羊を数える CD。 一生懸命数えました、僕が。引き続けてください。方法は簡単簡潔。何匹もの羊が次から次へと柵を飛び越えていく様子を思い浮かべるだけ。飛び越えるときに数を数えるんです。羊を数えるというアイデアは他の心理的な睡眠方法と同じです。シンプルな繰り返しによって退屈になる、そして眠くなるというものです。反復、退屈、リズム感、シンプルな神経活動は睡眠に役に立ちます。英語で羊はシープ、睡眠はスリープ。発音が似ているから寝れないときは羊を数えてみようという話がありますけど、僕は日本語で数えたんで。はい、アイサー、聞いてください。あなたを眠りの世界へ誘います。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹、羊が5匹、羊が6匹、羊が7匹、羊が8匹、羊が9匹、羊が10匹、羊が17匹、羊が18匹、羊が23匹、羊が24匹、羊が25匹、羊が29匹、羊が30匹、これでメインですね。羊が32匹、羊が83匹、羊が84匹、羊が131匹、羊が132匹、羊が147匹、羊が148匹、羊が149匹、羊が150匹、もめさん、もういい感じになってきた。羊が158匹、羊が159匹、羊が265匹、羊が266匹、羊が311匹、羊が312匹、羊が421匹、羊が422匹、羊が523匹、羊が524匹、羊が五百十五匹。起きてください。羊が五百七十三匹。羊が五百七十四匹。羊が五百七十五匹。羊が五百七十六匹。起きません。羊が六百二十八匹。羊が六百二十九匹。羊が七百五十六匹。羊が七百五十七匹。羊が七百五十八匹、羊が七百五十九匹、羊が七百六十匹、羊が七百六十一匹。ありがとうございます。起きますか？羊が七百六十匹。眠いはずですよ。だってずっと起きてますね。羊が心地よいですか？ファイティングポーズ。起きますか？ファイティングポーズ、ファイティングポーズ、スリー、終わり。もうずっと寝てるもん。数字数え始めてからずっと寝てる。ちょっと終わっちゃった、終わっちゃいましたよ。あとちょっと、あとちょっとで丸2日だったのに。っていうか100時間遠いけど、なかったですね。まさかの俺の声で寝る俺の声に安眠効果あったんだったら、もうずっと安眠効果与えてたって。そうですねいいっすか？納得してます、僕のジャッジに。はい、そうでしょうね。寝たいっすね。寝ちゃったな。寝ちゃった、そうね。もう寝ちゃってますもんね。みんなの優しい采配でここまで
やってきましたけど、生き残らせてくれたけど、さすがにね、寝てましたもんね。じゃあ終了。うわー、豪華商品何だったと思います？オメガ。オメガ、実はなんと今回のこの企画で使った安眠グッズ、そして眠気覚ましグッズ、これ全部だったんですよ。ラクダ枕じゃなくてダチョウ枕、ダチョウ枕にしてもオキロークにしても優れたグッズじゃないですか。で、時計っていうのはこれですね。優れた目覚まし時計、光ります、光ります。これを全部まとめてお送りしますので、ダイレクトメッセージ見てください。それでは最後に一言。睡眠は人間にとってとても大切なことです。皆さん、無理して遊んだり仕事したりしないで必ず睡眠はちゃんと取りましょう。もうニキビとかすげえできるし、この絵もボコってなるし、頭もたくさん描いちゃったからたくさん血出たし、この辺にやっぱ集中するなんかいけないことが、睡眠は本当に大事です。俺はそういう体質じゃないと思うんだよ。向いてない、向いてないと思う。2日でダメとか結構もうヤバじゃないですか。ゲームじゃなかったらもうちょっといけたかもしれないよね。眠くなる要素半分ありますよね。眠くなる要素半分あったんで全部眠くならない要素でやったのか。そうだよな、普通そうですよ。普通だったらまあ寝かしゃきとかで飲んでるわ。ありがとうございました。また。ありがとうございます。っていうか寝てる間、小雨さんも寝てましたよね。羊で。羊で寝てましたよね。いや、羊はこれちょっとびっくりしましたね。今度100時間チャレンジどうする？寝ないチャレンジですか。いや、もう見て、もうずっとそばで見てましたよ。こんなことやったことないっすね。小雨さんでした。ありがとうございました。どこにこの映像を挟むの？